皆さん、こんにちは。シャリーちゃんのしほとリミです。はい、というわけで今回はね、私がめちゃくちゃやりたかった企画を今回はやっていきたいと思います。はい、もうリミにも話してあるんですけど、最近ね、 LINE とかで絵文字とかを使うことが多いんですけど、今回はね、その絵文字でね、表現したものを買ってこれるかやっていきたいと思います。今から絵文字をね、打っていきたいと思います。で、リミちゃんはまだ LINE を使ってないので、ママの携帯を今回お借りしてやっていきます。はい、じゃあやっていきます。じゃあ、しーちゃんがリミに送るのね。そう、で、リミがしほにも送る。うん、ママの方からね。何個あるの？一気に送っちゃう？うん、しほは考えてるのは3つ、リミは1つ。でもリミちゃんにはちょっと難しいかもしれないからね、一つでもいいよ。これの、もうできました。1ついいですか？はい、1つ目送ります。なにこれ、来た？ね、リミ来た？うん、あ、待って、あ、いいか。お城みたいなのにクッキー、これ、お風呂。なんとなくわかった。うん、なんとなくわかったかもしれない。なんゆっちゃん、それ、これリミは2文字系が多いよ。いいよ、2文字で。クッキー。来た？うん、来た。これの、なんだよこれ。なんだよこれ、わかんない。わかんない？2 文字だからこそ難しい。ちーちゃんも送り終わった？まだです。え、なにこれ？あれ、リミ1個じゃなくていっぱい送れたの？3個。めっちゃ送ってきたんだけど。ほんと？じゃあ3個3個ね。うん。じゃあ2人ともさ、もらった絵文字を見て、何かっていうのを予測してください。これ、バチューどうやってするの？いい？ん？まだ送れてないんだけど。あ、送れてないのか。じゃあ、しーちゃんが送るまで待つ。重くさ、なんない罰ゲームしよっか、やっぱり。何がいい？じゃん、どんな罰ゲームがいいかな。見つかない。モノマネとかできる？できない。できる。できるって、リミできる。リミ、罰ゲームモノマネできる？うん、できるってよ、リミ。しーちゃんしーちゃんできる？なんでもいいんだよ、できる。はい、じゃあ罰ゲームはモノマネします。歌うのはモノマネ披露です。なんの？何でもいいです。自信があるモノマネを披露してください。はい。はい。はい、リミの好きなものモノマネしろ。いいよ。いいくよ。え、もう今やらない。罰ゲームだよ。罰ゲームだから。今やっちゃダメでしょ。見せたいの。罰ゲームなので今やらないでくださいね。はい、じゃあ買い物に。レッツゴー。ゴー。ゴー。行ってきます。バイバーイ。おばあはい、ということでね、買ってきました。はい、ということでね、どっちからさ、紹介していく？リミ。リミから。まず、じゃあまずね、紹介していきます。まず、しほちゃんの1個目だね。黒、白、黒、あとクッキー、クッキー、クッキーのやつです。はい、じゃあリミちゃん、何を買ってくるでしょうか？いいね、チョ
プメロンパン。これはなんでチョコチップメロンパンですか？あの、うん、強い天然とクッキーで、うん、チョコ、うん、メロンパンっぽかった。あー、なるほど。正解は違います。違うって。答え言っていいですか？黒白黒のクッキーはオレオです。オレオは黒白黒とで、ね、あの段々になってるし、だってクッキーじゃん。あ、だから黒いクッキー、白いクリーム、黒いクッキーのクッキー。なるほど。クッキーだから。じゃあ持っとく。はいはい。じゃあ次もしおちゃんの、じゃあリミちゃんのね。次はね、鳥炎炎、卵卵、ご飯ご飯ってことで、何でしたか、リミちゃん。7です。うん、じゃじゃーん、親子丼。親子丼ですね。なんでそう思いましたか？卵と鳥、うん、やかや親子丼。うん、だね。そうなんですよ。見て、汁下に超溜まってる。やばいね、ちょっと。これだけちょっとね、セブン。スーパーになかったんで、セブンまで行ってきました。はい。はい。正解を発表します。はい。でで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 、で正解です。あー、これはね、なんとなく分かったよね。うん。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですね、お茶、お茶、お茶というか飲み物、飲み物、黒黒黒黒、ハートみたいなやつ。はい、カップオカ。え、もう一回。タピオカ。どうでしょうか？え、もう答え見ちゃっていい感じですか？うん。答えはでで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 でね、なんかわかるよね。茶色いお茶に、うん、お茶というか茶色い飲み物に、うん、まくろえてって、うん、タピオカかな。タピオカだよね。はい、じゃあ最後、ご飯、あ、間違えた。あ、そう、白にチョコチョコ、アイスアイス、イチゴなんですけど、それちょっと悩んでましたね、リンさん。白い丸がちょっとめっちゃ分かりづらかったんじゃないかなと思います。にんにん。これちょっと裏を見せてみましょう。こんな感じで、一応買ってきたのがこんな感じ。こういうケーキ、多分丸くてチョコレートで、でアイスっていうか、これはなんかクリームっぽくなって、ホイップっぽくなってて、いちご、いちご、いちご、ここに乗ってなかったから、これ今の時期的にちょっといちごがね、乗ってないのがあるんだよね。でもこれはちょっと分かんなくて、なんかこれっぽいかなって感じで選んでたね、リミちゃんね。結果は？でーでーでーで、正解はアイスコーナー。あらー、アイスコーナーとも迷ったんだけどね。これ本当にジオも食べたくてやったんだけどね、うん、なくて、絵文字が。これ白い丸は、これ、うん、クレープの生地です。チョコはクレープの具です。アイスはホイップです。いちごも具です。クレープ、でもいちごはサブだもん。チョコの時は必ずいちごが入ってない時もあるから、いちごはサブで。じゃあカッコつけといてくれないと。あ、そっかー。そっかでもちょっと近かったじゃん。近かったよ、ね、クレープに似てるケーキ。一緒に食べましょう、とてね。はい、親子丼も食べる。親子丼も食べる。はい、じゃあリミちゃんの結果は4問中たれーで2問でした。はーい、しほも本当にね、2問しかね、自信がなさすぎてやばいんです。はい、じゃあ次行きましょう。行きますよ。はい、ということで次私の番なんですけどね、まず最初にリミちゃんが送ったのはジュースとリンゴということで、私が買ってきたのはいきますよ。はい、ということで次私の番なんですけどね、まず最初にリミちゃんが送ったのはジ
ジュースとリンゴということで、私が買ってきたのはこちらのリンゴジュースなっちゃんです。こちら定番でしょ、リンゴジュースって。定番だよね。ほら見て、ほら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 。正解はジュルリペッペッポポポポポ。イエーイ、正解ね。やった、ビンゴ正解した。まだ、はい、じゃあこれは正解でした。次にね、2問目なんですけど、ポテトとチーズってちょっと分かりづらかったんですけど、なんか私が想像してたのは売ってなくて作ってきました。失敗したんだよね。チャラララー、ちょっと温めすぎました。レンジで温められるチーズと、あの冷凍のポテトを買って作ったのがこちらのライス。ちょっとね、揚げるとか時間ないのでね、もうちょっとね、簡単に作れるもので。あ、ちょっと待って、食べるよりも先に、そうだよ、判定を、判定お願いします。ディズレレレレレキャン、パパパパパパパブブー。わかりづらわかりづらピンポン。え、どっち？ピンポン。イエーイ、当たり。これだったの？ポテトにチーズついてる。1個食べる。いいよ。でも肩カチカチ。カチカチ。カチカチ。ちょっとカチカチ、あ、本当にカチカチだね。あ、全部くっついてる。全部くっついてます。どう？どう？硬い。うん。うん、美味しいよ。じゃあ後で食べましょう。うん。はい、じゃあ次行きまーす。はい、はい、次はね、あのね、なんかバンズかな、バンズに肉、肉、あ、じゃあベーコン、肉、レタス、バーバーバンズみたいな感じだったので、うん、私はバンズで、バンズ2個でひらめきました。バンズ2個。あ、でもチーズが入ってなかったのでこっちにしました。先生、照り焼きバーガー。リミの目が光ってんだけど、まあ、ハンバーガーってことで、ハンバーガーってことで、チーズ入ってた、あのチーズ入ってたらチーズバーガーにしたなかったので。さあ、リミさん、判定をお願いいたします。ギューギューペン、ヒカボーイ、ポポポポポポー。正解。イエーイ、わかりづらー、毎回わかりづらいんだけど正解ね。すごい、連続正解です。すごい。じゃあ、はい、じゃあラストです。ラスト一番自信ないです。なんかさ、卵とパンとイチゴって何みたいな。卵とパンとイチゴ、なんだろう。コーナーに行っても卵とパンが乗ってるやつなんてないし、これが一番ね、ちょっと一番悩んだんですけど、いきます。うん、じゃらーん。ワッフルのイチゴ、イチゴのワッフルで、卵も牛乳も入ってます。まあパンだし、卵も使われてるし、いちごだし、いちごだし、これは自信なさそうですね。ないですよ。正解は、はい、ブーブカー、ブブーブブー。わかりづらい。何ですか、じゃあ正解は。ショートケーキ。ショートケーキ、わお、わお、卵に、あ、これ卵じゃない、もしかして。んこれ卵、うん、卵じゃないんだ、生クリームってことだったのか。なるほど、アイス使ってくれよ。それにパンは、うんうん、スポンジ、スポンジ。あ、ショートケーキでしたね。これはちょっと難しい。マリーちゃんが買ってきてくれた。生クリームに例えるのが難しいね。まあまあ2年生ですから、ちょっとね、覚えてみたいと思います。覚えてみましょう。はい、ってことは、ってことは、なちゃんは、私は4問中3問正解ってことは、しほちゃんが勝ちで、リミが2ポイントで、しほが3ポイント。うん、やった。いや、ちょっと待って待って待って。そう、今カメラのセッティングします。じゃあしほちゃんどいて、走るよ。ちょっと待って、待ってよ。はい、じゃあリミちゃん罰ゲームです。お願いします。
パンでバブちゃんって言われてもわかんない。え、なにこれ。雑巾がけ。ブブー。なに。ヒント、動物。動物。なに。ちーちゃん学校でない。ザリガニ。ブブー。なに。サル。ブブー。ゴリラ。ブブー。チンパンジー。サル、ゴリラ。チンパンジー。違う。コアラ。コアラ、そんな。パンダ。ナマケモノ。また、リミが好き。ナマケモノ、鼻走る。リミが好き。クマ。クマ。クマ。皆さん、これはクマだそうです。ちょっと食べたいよ。ああ、リミね。わかりづらー。リミちゃん、最後までわかりづらかったね。わかりづらー。